昼になりました。ウッディープライドです。はい、よろしくお願いします。ウッディープライドはカスタムビルダーさんからのリクエストです。ジーコちゃんウッディープライドに似とるよねってね、昨日 LINE いただきまして、はい、あ、いかんいかん、ここはあのサブチャンネルなんでね、はい、じゃあ今日はね早速セブンのたらこバター、 たらこバター醤油大きなおむすびをいただきます。あ、温めて美味しいんですねこれ。温めたらね、温めて美味しいって書いてある。いただきます。うん、うまっ。もうさ、今日午前中手摘み2連発で、で1発目がもう 1.5 台分あって、畳18枚プラスのいろんな廃材があって、で2現場目もね今牛田の方で手摘みしてきました。まあそれも柄が多かった。で今12時34分やっとセブンイレブンでお弁当です。でもう1時になったらこの廃材を下ろすんだね。今日ほとんど休む間がない。うん、うまっ。焼きたらこう、うまっ。やっぱ僕ね、コンビニだったら おむすびはセブンが一番好きですね。おにぎりがちょっと高い分だったよね。170円。うん、カレーヌードルビッグ271円。大好きな、まあみんなほとんどの方が好きでしょう、カレーヌードルね。たらこうまかった。しゃ、カレーヌードル。皆さんに香りをお届けしたい。やっぱどんだけさ、あの文明が発達しても匂いを画面の向こうに届けるっていうことはもう絶対できないでしょうね。この匂いを、香りを絶対できんよね、それはね。うまい。やっぱこれじゃね。うん、そうなんですよ。いつも時間がないけっつってお弁当じゃなくてカップヌードル買うんですけど、結局暑くてね食べるの時間かかるんですよね僕。いつも同じミスをしてしまう。あ、ティッシュなくなった。ワイシャツじゃないんでね、少々カレーの汁が飛び散ったんでね気になりません。はい、
並行してスープも飲んでいかないと最後残ってしまうので、しみる。最近ちょっと日替わり弁当ご無沙汰ですけど、まあそのうちまた買いますんで、すぐそこなんですけどね、こっからどれぐらい150m ぐらい行ったらあるんですけどね、日替わり弁当屋さんが。ティッシュがないなったのが痛いね。あ、ないよ、ほんまにないわ。あ、なくなったと思ってもだいたい 2,3 枚残ってるじゃないですか。本当に空っぽじゃ。どんどん昼休憩が減っていく。5分でも仮眠したい。もう最近スマホ見ることがすっごい多いんで、動画も結構出してるんで、1日に2本とか出すこともあるんで、目が疲れてる。もう僕はね、あの撮りたいと思った時に撮ってもうそのまま出すんで、別に再生回数狙ってどうこうとかじゃなくて、だからこのお弁当動画でも本当食べたいもん食べてね、出してるだけなんで、別に深追いというか、なんか何かを追求してるわけじゃないんで。その日その時の気持ちでやっております。はい、自然体で。ああ、うまい。どうしてもやっぱスープがちょっと残ってしまうな。って言ったらまたね、そういう時はご飯を私はドボンしますってね、言う人がいますけど、やってます。みんな知ってます。みんなやってます多分。美味しいよね。特になんかこのカレーヌードルは最後に白いご飯ドボンしたらうまいよね。最後まで熱うまかった。
トイストーリーも大喜び。はい、ということで、本日はセブンイレブンの大きな明太子おむすびとカレーヌードルビッグをいただきました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。